は、主に外国の風景が描かれた絵が飾ってあります。で、大体今外出とかできませんけれども、実際に来ていただきますと、絵の素材感ですとか、あと大きい絵が多いので、絵のものとしての魅力みたいなものが伝わると思います。